どうも、オブラです。それでは対戦やっていきたいと思いますが、ボロさんよろしくお願いします。モジャンボ、フロストロトム、サニゴン、ペンドラ、ウォーノラゴンにダストダス。これは、モジャンボがね、モジャンボ硬いと思うんですよね。フロストロトムは多分弱点保険のダイマックス候補とかだと思うんですけど、サニゴンはタスキ持ってたりとかして、サニゴン、ペンドラ、ウォーノラゴン、ダストです。とりあえず、どうしましょうかね。最初ウーラウス使いましょうかね。ウーラウス使って、まあ、ダスタスとかもね、大爆発したりとか、毒毒とか、いろいろね、あったりとかするんですけど、まあ、これでいきましょうか。よし、それではこれでやっていきたいと思います。はい、それでは対戦よろしくお願いします。はい、そんな感じで、まず何出してくるかな。1体目がね、何が来る。サニゴンがやってまいりましたと。サニゴンはタスキ持ってるとは思うんですけどね。サニゴンセルスロックとかもあるのかな、これ。まあ有利でもあるんですけど、受けポケモンは入ってるとは思うんですけどね。とりあえずまあこれいきましょうか。様子見って感じで、どんな感じなのか。タスキ持ってるんじゃないかなと思うんですけどね。サニゴン一応そういう方があるので、ただ特性が何かなんですけどね。急所んで、タスキですね、タスキ。タスキじゃなかったら倒してたんですけど、滅びのボディで3ターン。で、力を吸い取ると。これでどんぐらい回復するのか。半分ぐらいだっていいんですけど、マジか。マジか。売り出しに戻んのか。マジか。これは、入れ替えましょうか。入れ替えて3ターンでね、倒れるんで、入れ替えましてですね、アイテム引っ込めてくる。振り出しに戻りましたね。振り出しに戻りまして、のモジャンボがやってきましたか。これね、アドリギ負けないんで、これまたリフレクター貼ったりとか、なんかしてきそうなんですけど、とりあえず畑落としましょうかね。食べ残しとか持ってた場合とか、気合い玉を使ってくると。マジか、気合い玉。これはうおー、もうちょっとで一撃ですね。急所、急所ですね、急所。いやー、畑落とすで、多分食べ残し、ゴツゴツメットか。ゴツゴツメット、そっちか。いや、ナットで突っ張りたいんですけどね。これはちょっと、ヤウルガモスで行こうかなと思いますが、一旦守りましょうか。一旦ちょっと回復も入れつつ、気合玉か、気合玉。気合玉。命中率はね、ちょっと低いんですけど、威力も高くて、リザードンとかもね、覚えれるんですけど、攻撃型のモジャンボか。防御も硬いけども攻撃型ということで、次が、いやー、ナットレイ倒してもらうか。倒してもらってウルガモスダメージ入れたくないんですけど、いやでも入れましょうか。まあ、気合玉、気合玉でしょう。外してくれたらいいんですけどね。外してくれたらノーダメージでいけるんですけど、さあどう来るか。外せ、外せ。当たるか、当たるか。ちょっとこれ耐え、ああ、今一つですね。OK。まあ、そんな感じで、
これは一回待っときましょうか。待っといて、まあ炎技ね、避けるために入れ替えてきて、サニゴンタスキ持ってるんで、これですね。まあここ回せてもらったのは大きいですね。ただ相手タスキ持ってるんで、ここは飲みたいですね。ここは美味しいですからね。これの季節、これからの季節、あったかいものとか鍋とかね。とりあえずこれもタスキ持ってるんで、一回行きました。このぐらいか、このぐらい入って急所ですね。急所なんで、まあ、ちょっと体力回復させてもらって、ホロビュンタ面倒ですね。面倒、3ターンで倒れるっていう面倒なんか来ました。次力吸い取るですかね。いや、入れ替えてくるか。相手ウルガモスきついんですよね、モジャンボ。まあこれでいきましょうか。これこのままですね。いやー、滅びにた面倒ですね。カウント2なんで、これカウントなくなったあれなんで、ダイマックスしたいんですけど、ダイマックスしたとしても倒されるんで。なんで、ここでペンドラーが来ると、相手炎が刺さる感じなんで、ちょっとウルガモス大事にしていきたいですね。ちょっとホログの歌解除されないですかね。解除。解除してほしいけども、これはもうこれでいきます。あ、ここでダイマックスしてくると、ダイアースですかね。ダイアースとかいけるんで、これ倒してくれないかな。ダイマックスしたら耐えられるかな。耐えられるか、これは。ちょっと炎を刺さるんで、ウルガモス大事にしていきたいんですけど、どうかな。あー、大王炉してくると、大王炉か。あー、なるほど。これ次死亡ですね。死亡するんで、なんで加速強いですよね。加速ペンドラ、これは。いやー、せっかく蝶の前待ったんですけど、ここでウルガモスを捨ててしまうと大変なんで、ナットレイビがあれですね。多分ダイアースじゃないですかね。ダイアース。ちょっとナットレイ行きまして、まあダイアースですよね。ダイアースしてくると、そしてまあ身代わりになってもらいまして、でまた加速が発動するんで厄介ですね。これペンドラとかもよく使われますよね。それではウーラオス行くか。ウーラオス、あと1ターンあるんで、できたら1ターンを切らしていきたいんですけど、いやー、ウルガモス行きましょうか。ウルガモス行って、相手はダイアースが、まあダイオール挟んでいきましょうか。まあそんな感じで、いやー、とりあえずペンドラーを倒せばだいぶ楽なんですよね。それで行きましょう。ウルガモスダイマックス。それではぶっ倒していこうと思いますが、ここはまあ守っていった方がいいと思うんで、守っていきまして、第6区ですね。タスキとかもケアできるっていう、そういうあれですね。で、加速と、次地震か。そしたら地震打ってくるんでしょうね。まああと2ターンあるんで、まあ素早さは上がってはいるんですけど、まあ飛ばせるかな。弱点保険とかね、そんな場合とか言わない。これ大、うわー、めっちゃ効く。半分、まあ、効果抜群ですからね。これで飛ばしてくれれば効きましたかね。これでまあ天気晴れですもんね。急所 OK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 。 これで晴れになるんで威力上がるんで大きいですね。あと1ターンあるんで、OK。ペンドラ行きました。加速ペンドラ行きましたと。で、次ですね。いよいよ草タイプがやってまいりますと、モジャンボ。モジャンボはもう炎タイプの技ですね。エースバーン、火炎ボール当てたりとか、そんな感じで行きたいということで、草タイプ生き生きしてますからね。エースバーン禁止ってことで、
これはもう大バーンでいいですね。うん、大バーンいきます。はい、ではコウさんが選ばれましたということで、モジャンボもなかなかいますね。では大さんありがとうございました。はい、それではやっていきたいと思いますが、サナさんよろしくお願いします。ピクシー、ウーラオス、ドヒドイデ、ポリゴン Z、モローバレル、ドサイドンと。あー、なかなかよく使われてるポケモンですね。ピクシーも詰ませたりとか、トリックとかね、して、火炎玉とか、高校の尻尾か、こだわりスカーフかなんか押し付けたりとか、そんな場合もあるかもしれませんが、ウーラオスは水型が多いような感じがするんですけど、あーでももしかしたら悪の方かもしれないですね。ドヒドイデが追って独特戦法があるかもしれないですね。モロバレルキノコの方し独特戦法、ポリゴン Z はまあダイマックスして大アタックみたいな。でドサイドン、ドサイドンは場合によっては釣りの前とかもあるんですけど、角ドリルとか一撃必殺とかね、ハードロック弱点保険を恐れて攻撃しないとこを狙って角ドリルとか、そんな場合もありますが、受けれるんですよね。毒とか鋼でいった場合にも、モロバレルとかね、モロバレルドヒドイで、まあこれでいきましょうかね。うん、これでいきたいと思います。まあそんな感じでいきましょうか。なかなか手強そうですね。はい、それでは対戦よろしくお願いします。まず1体目何出してくるかな。ピクシーとかね出してきたら、トリックしてきてとか、なかなか鬱陶しいんで、まあ、ウキポケは間違いなく1体は入ってると思うんですけど、ピクシーを繰り出してきたと。どっか鋼タイプでいきたいですね。これは出しがち、これ出しがちですね。まあ鋼タイプいけますし、モロバレル入ってるかな。これ宿行きの種ね、巻こうと思った時にもしモロバレルとか出してきたら厄介なんですけど、とりあえず持ち物ですね。まず畑落としましょうか。悪鬼の実持ってたりとか、食べ残しとか、あ、高校の尻尾ですね。そしたらトリック、トリックですね。トリックで、これ食べ残し持ってかれたんやですね。ピクシー、うわー、もう一回畑落としたい。そしたらトリックか。いや、これどうかな。畑落としたいんですけど、ステルスロックをしてくると。ピクシーも優秀ですね。ステルスロック負けて、ハピナスとかもそうなんですけど、ステルスロックで、まあしっかり畑落としていく。いや、食べ残し持っておきたかったな。まあでも先手取れてるんで、これはいいんですけど、これもしかして入れ替えてくるかもしれないですね。入れ替えてくないか、突っ張ってくるか。はんはん、オッケー、これ出しがちましたね。ヤドルギンタに入れまして、これで入れ替えてくるかな。まあ、しっかり吸収していきまして、多分ムーンホース打ってきたんで、炎タイプは覚えてないですね。火炎放射とか雷文字とかそういうのがあったとして扱ってくると思うんで、じゃあエロボールいきますか。いや、畑落とすいきましょうか。入れ替え読みで、いや入れ替えてこないか、突っ張ってくるか。なるほど、そうか。そしたらジャルボール取ってもよかったか。まあ吸収していきましょうか。やっぱピクシー硬いですね。はい、しっかり吸収していきまして、畑落とす警戒してるかもしれないですね。ダイマックス候補のポケモンとかね、命の玉とかそういういいアイテムとか木の実とか畑落とされていたいんで、一回守っていきますか。守っていきまして、回復もいまして、ムーンホース打ってきたら、ムーンホースですね。オッケー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 。いやー、ピクシーで粘ってくると、そうか。ピクシー、回復技とかね、月の光とかある場合もあって、なので突っ張ってきてるのかもしれないってことで、これでまあ体力はマックスになったんで、じゃあエロボールいっときましょうか。入れ替えてきたとしても、それなりダメージ入るとは思うんで、ムーンホース、ムーンホース、オッケー、してくる。んで、ジャイロボール。これはいけるでしょう。
OK、これでピクシー行きました。よしよしよし。で次が 何か、ドサイドンが来ましたと。ドサイドンも炎の技とかね、覚えたりとか釣りの前の場合もありますが、とりあえずハードロックは採用確率が高いんだとは思うんですけどね。平井心はちょっとダブルバトルとかそういう時って感じで、ヤドルギでスイタ、うお、角ドリルよく外してくれました。オッケーオッケーオッケー。これちょっと次守るですね。守る入れながら角ドリルか。ちょっとナットレー頑丈の特性になってほしいですね。頑丈の特性になれば一撃で破壊されないんで、回復していきたいんですが、これできるだけですね、弱点保険だった場合はそれを発動させずにいきたいですね。ヤドルギで吸い取って、で守る入れながら、 できたら畑落としても入れていきたいんですが、角ドリルめんどくさい。ポケモンは角ドリル一撃必殺でいくってパターンですね。ドリューズみたいな感じで角ドリル地割れとかね、絶対で一撃必殺、命中率低いんですけど当たって一発なんで、そうくるか。うわ怖い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 。オッケー、よくかわした。何を持ってる。あ、突撃直帰、直帰か弱点保険かって感じですもんね。そんな感じで、よし、よくやりました、よくやりました。次守るですね。これも相手角ドリルしかしてこないかもしれないですね。多分有効な技がないってことですね。多分、あったとしたら使ってくると思うんで。いや、ありましたね、アームハンマーがありましたと。結構吸い取れてきましたね。あと鉄の時のダメージもいくんで、守る技使うときはいいんですけどね、ないときは結構怖いんですが。オッケーオッケー、この外しは大きい、この外しは大きい。でジャイルボール食らわしていく。あともうちょっとか、あともうちょっと。スイート、もうあっこまで行ったらもうあえてダイマックスはしてこないですね、ドサイドンは。あ、行きましたね。オッケー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 。そしたら相手は残り1体と、モロバレルを繰り出す。これ有利ですね。モロバレルとナットレイだったらナットレイが有利ですね。オッケーオッケーオッケー。そしたらいい感じですね。これはもう、畑落としていったらいいですね。オッケーオッケーオッケー。それでは、タイさんありがとうございました。